さんこんにちは、靴磨き芸人の奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画なんですけれども、今回はですね、コメント欄で質問をいただきましたブラシ、こちらのですねお手入れ方法についてご説明させていただきたいと思います。ということで靴磨きで使うブラシとなりますと、主にこういったものがございまして、こちら左からホコリ落とし用に使ううまぎブラシ、クリームの塗布に使うペネトレットブラシ、そしてそのクリームを伸ばしたり皮に押し込んだりする役割のブタ毛ブラシ、そして表面磨きの仕上げツヤ出し、その他にもホコリ落としにも使えるヤギ毛ブラシ、主にですねこの4つのブラシが挙げられると思うんですが、この4つのブラシ使い方分かっても手入れの仕方が分からないという方も多くいらっしゃると思います。ということで今回はですねこのブラシについて、手入れの方法、どんなことをしたらいいのかということをお伝えさせていただきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、ということでまずはこちらうまげブラシでございますね。こちらは主に靴磨きの一番最初だったりデイリーケアのホコリ落としに使うブラシとなっております。こういった感じでですねホコリを落とすために主に使用するブラシとなっております。そのためですね、こちらのブラシ、靴クリームなどのベトベトしたものの付着がほとんどないブラシになるんですね。そのためですね、洗ったりだったりのケアはほとんど必要ないんじゃないかなというふうに考えております。まあね、とはいえ土ぼこりだらけの靴をですね、ブラッシングするっていう機会もあるとは思いますので、そうするとですね、ブラシの中に土ぼこりがかなり入ってしまうっていうケースもあるとは思いますので、そういった場合はですね、屋外でこういった感じで土ぼこりを払ってあげて、うまげブラシをきれいに保ってあげるっていうのをたまにやったりはしています。なんでですね、個人的には今まで使っていた感じだと、特に水で洗ったりとか、そういったことはする必要ないんじゃないかなというふうに思います。続きまして、こちら、ペネトレートブラシ。こちらはですね、クリームを靴に塗布する際に使うブラシとなっております。こういった感じでですね、靴クリームを少量ペネトレートブラシに取りまして、このように靴全体に塗布していく、そういった役割のブラシになっております。そのためですね、靴クリームが直接このブラシに付着するという点から、このようにですね、大量の靴クリームがブラシの中に残ってしまって、ガチガチに固まってしまいやすいんですね。そのためですね、こちらのブラシはこういったようにですね、台所用の中性洗剤、そういったもので水洗いする必要も出てきます。以前ですね、お湯だけでやったこともあったんですけれども、お湯だけだとですね、どうしてもクリームの成分が取りづらいということもありましたので、このようにですね、台所用の中性洗剤、そういったもので洗ってあげるのがベストなんじゃないかなというふうに思います。ペネトレートブラシの詳しい洗い方に関してはまた次回の動画で解説させていただきますので、そちらの方を見ていただけたらと思います。そして続きましてこちらブタ毛ブラシでございます。こちらのブタ毛ブラシに関してはこのようにですねクリームを塗布した後にブラッシングをすることによって、アッパーの縫い目だったり隙間にクリームを浸透させたりだったりとか、あと皮の中にクリームを押し込んだりだとか、あと磨きの目を整える、そういったような効果がございます。そのためですね、このようにクリームの付着っていうのは確かにあるんですけれども、ペネトレートブラシほどはクリームが残っていないっていうのが分かっていただけると思います。なのでこちらのブタ毛ブラシに関しても基本的にはお手入れ不要かなと思います。むしろですね、このブタ毛ブラシに関してはクリームの成分がですね毛先に付着することによってブラシが育つっていうことになってくるんですね。このブラシが育つとですね、クリームを塗布した後にこのブラッシングをした際にクリームの馴染みが非常に良くなるんですね。で、逆に言うとこのブタ毛ブラシにですねクリームがかなり残ってしまっている、そういう方はですね、一番最初にクリームを塗布する際にクリームを塗りすぎてしまっていると思いますので、一番最初に塗布するクリームの量をですね少なくする、そういったことで調整していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。で、こちらのブタ毛ブラシがですね、自分が靴磨きを始めた頃からずっと使っているブタ毛ブラシになってまして、まあざっと100足以上は磨いているようなブタ毛ブラシになるんですけれども、このようにですね過剰なクリームの残留っていうのもなくてですね、非常にいいブラシに育ってきてくれています。見てください、また裏返すとね、この持ち手のハンドル部分っていうんですか、ここもですねまたクリームが少し付着してかっこよく育っているんじゃないかなというふうに思います。まあただですね、それでももうブタ毛ブラシやクリームでベトベトになってしまって固まってしまった、そういう方はですね、こういった雑巾に水またはお湯、まあ油分が溶けるようにお湯の方がいいと思うんですけれども、そういったものを含ませまして、こういったようにですね優しくブタ毛ブラシをこするようにしてクリームを落としてあげるのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、そんなちまちまやるのはめんどくさいと、水ったり中性洗剤でガシガシ洗いたいって方もいるかとは思うんですけれども、それをするとですね、まあ確かにクリームは綺麗に落ちてくれることはくれるんですけれども、場合によってはですね乾燥するときにこの持ち手の部分がですね割れてしまう恐れがあるんですね。こういったようにですね、こちらひびが入ってしまった後に接着剤で補強したものにはなるんですけれども、こういったようにですね火が乾いて収縮するときにひびが入ってしまう、そういう恐れがあるんですね。そのためちょっとめんどくさいかもしれないんですけれども、水ないしお湯を含ませた雑巾で丁寧にクリームを拭き取ったり、そういったケアの方法がいいと思います。そして最後にこちらヤギ毛ブラシになるんですけれども、こちらはですねワックスを塗布した後のツヤ出しに主に使います。
そのためですね、ワックスの付着があるのかと思いきや、ワックス自体がですね、そもそもそこまでの粘度がないことだったりとか、ワックスが乾いた後にヤギ毛ブラシでブラッシングをすることによってツヤを出す、そういう風な使い方をすることからですね、このワックスの成分っていうのはそこまで毛に付着はしないんですね。まあ毛先に残るとしても、それによってですね、このヤギ毛ブラシも育てることができますので、使い込んだヤギ毛ブラシほど綺麗なツヤを出すことができますので、こちらのブラシもですね、特別な毛をすることなくガシガシ使ってほしいようなブラシになっております。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。ということでね、ブラシそれぞれに使い方も違えばですね、ケアの仕方っていうのも違ってくるっていうのが分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。皆さんもですね、ブラシの正しい使い方、そしてケアの仕方っていうのを知っていただいて、快適な靴磨きライフっていうのを楽しんでいただけたらというふうに思います。さあ、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。